1>, 1試合平均勝ち点2.00を超えているのは4勝目を挙げた神戸とこれで3勝1分けになった名古屋、マリノスに次いで福岡もということになりました特にやっぱ神戸、名古屋、福岡はやっぱ、ね、ディフェンス硬いいていうのはやっぱありますから、ね、それもちょっと聞いているかなと思います上位4チームありますけれども2連敗開幕2連敗だって えねとね、2節終わった段階では17位、18位だった京都と浦和が結局5節終わった段階では5位、6位までやってきましたそしてなんかアルベル監督組のなんか7、8位、東京、新潟並んでちるのなんかちょっとエモい感じありますよねそして広島もね柏を相手に塩谷選手のゴールがありまして、えー、勝利して、まあ、ここで9位に戻って9位にやってきました開幕、こちらも3試合、ね、勝ち出してどうなるかと思いましたけれども4節、5節と連勝を飾っておりますとそして開幕対象の湘南が今12位になっていたり だとかアントラーズ、セレッソ川崎、土佐ではこっちにいたりだとかあとはね勝利ないところで頑張れ、イーソル横浜 C がこのね、えー、代表ウィークのところでどう立て直してくるかってところに注目が集まる感じかなと思います。